こんにちは、松ですで今日は機材部屋なんですが、今回に関してはこちら、種類のリグと、そしてそれの周りの周辺パーツに関してお話をしていけたらと思います。先日僕はこの種類の一脚ですね、ワンアクションでこう高さを調整できる一脚っていうのを紹介したんですが、それに付随してちょっとね、こうリグ関係の機材も紹介してくれというところで動画を作っております。提供品ですね。種類さんから提供を受けて作っております。今回は S5M2X a r k っていう僕が持ってるカメラの リグと、あとはそれに関する付随したパーツですね。そういったものを送ってもらってますので、そこについてね、ぜひ見ていってください。動画関連の機材になるかなと思いますので、種類ってリグ作ってたんだってね、多分ね、皆さん思われてると思うんで、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ではやっていきましょう。今回に関してはこちらの種類のリグに関する内容でお話をしていこうと思います。基本的にまず、さっきお話したみたいに S52X のリグですね。それを、今まあこれ、 あの改良中でまた新しいものが出てくるっていう感じみたいなんですがえ古いものというか原稿あるものを僕は今使っておりますちょっとね欠陥があってねここのところにねパーツが飛び出ててこう指がねすごく当たって刺さって痛いみたいなのがあったんで僕は削って使ってるんですがちょっとこれねアップデートして出てくるのを待っていこうかなというところですね見た目結構かっこよくてね種類の青いこう文字でシンプルでねまあ通常のフルケージというかねそういう感じのものになるんですが こういっったものになっておりますで、今日はそれに関する付随したパーツについて見ていきましょう。まずですね、いくつかあるんですよ。こんな感じでいくつかあって、もう1個ね、ちょっとでかいものを後から見ていただこうと思うんですが、まず紹介したい機材の1つ目がこちらですね、トップハンドル。まあ、トップハンドルはね、このリグにつけて、まあ、使っていくことの多いものになると思うんですが、基本的にこのようなものになっています。ここここのところがが真ん中がこう 大きい8分の3インチネジが切ってあってそこの横にこうサポートする突起がついてるとこれはアリタイプっていうのかなそういうタイプのネジがついておりますでここのところのトップの部分にこのような感じでねじ込んでいくものになってますねで多くのこのトップハンドルそうですがここのところにね六角レンチが仕込んであるんでそれをね使って締めていくような感じになりますでここのところのトップに コールドシューが2つありますなのでここのところに、えー、続いてこちらモニターマウントですねモニターマウントっていうのがあるんでこれをねつけていきますこのような感じで先端に、まあ、つけていったりとかあとこの後ろの方とかねそういったところにつけていくこともできるんで向きとしてはこういう感じの向きでつけることもできるし こういう向きでつけることもできるしという感じですね、まあ、スチールユーザーはファインダーを潰さないためにこっちでつけたい人もいるかもしれませんでこういう感じでね撮影することができてでここも同じようにこんな感じでネジがあるんですがそこのネジを締め込んでさらに六角レンチを使って締め込んでやるとここが外れない感じでモニターが付けられますで動画ユーザーでしたらこういった感じでまあ5インチぐらいかなそれぐらいの こんな感じのね、モニターをつけることがあるかと思うんですが、まあ、モニターをつけてトップハンドルとしてね、こうやって使うことができるという感じになります。で、そしてもう一つがこちらですね、サイドハンドルなんですが、サイドハンドルに関してはこんな感じでついていて、そのアクセスがね、2つ方法があります。えー、NATO レールというものを取り付けて、そこに簡単にこう取り外していくタイプと、あとはこの3 8分の3インチネジのさっきと同じような感じ、モニターマウントと同じようなものですね、それを。 こういった右側とか、まあ、左側にも同じようなネジがあるんでそこのところにつけていくパターンこんな感じで、まあ、右に支えをつけていくことが多いのかなと思うんですが左がバリアングルなんでね、まあ、もしくは左右でつけていくとかもあるかもしれないんですが、まあ、こういう感じで撮影をしながらここにまあマイクをね挿していったりとコールドシュがあるんでそういう感じで撮影をすることがあるのかなと僕はちょっとねこのサイドハンドルとかを使う機会はまずほぼないと思うんで、まあ、ちょっと 不というかねいらないかなと思ってるんですが、まあ、こういうハンドルをつけることもできるという感じになってますちなみにナ a トレールのものに関してはこういう感じでねここを緩めてすぐにここを外すことができるっていうメリットがあるんでまあ、結構取っ手を付け外ししたいっていう方に関してはこっちの方が便利かもしれないですねどっちかっていうとこういった感じで使い分けることができますで最後にちょっとねビデオ雲台に取り付けるものについて見ていこうと思います ちょっとね今、卓上にビデオ三脚を据えてみましたが今回、紹介するのがこちらですね。こちらがいくつかのパーツを組み合わせて作っているものになるんですけど、ね、めちゃくちゃいかついんですけど SCBP っていう土台にカーボンロッドが2本、ね、こ刺さっていてでここにレンズサポートがついてます。 あと、ここにところは別のアイテムなんですが、SCVMA ということで、V マウントバッテリーのホルダーですね。そういったものがカマスしています。ちょっと取りましょうか。主にこんな感じですね。このような感じでカーボンロッドのシステムと、この V マウントバッテリーのサポートっていう感じになっていて、まずですね、このカメラを接続していこうと思うんですが、このような感じのところに、さっきのね、このリグ5と、 横にスライドして入れていくでそうするとねこうパチンと止まるんでその後ここのロックをグッと締めてやると固定されるという感じですねここ2段階で1回このロックを緩めてそしてここの前にあるこのプレートを引き下げてやると取れるとなのでワンタッチでついてその後閉めることによってこういう感じでねビデオ三曲に一気にこのリグを乗っけていくことができるという感じになりますちなみにこのシステムに関しては 僕他にもねいくつかリグを持っててねそういったものをつけようとすると例えばティルタのケージハーフケージですがこれはねつくことができますそれに対して通常のこういった、まあ、l 字プレートみたいなものっていうのはこう入らないんですねで入らない理由っていうのがここにあってねここにちっちゃいネジがあるんでこのネジを取ってやることができたら他のこういった L 型のブラケットとかもつけることができるんでもしこういった、まあ、リグはつけないよっていう方に関してはこれをねはずこのネジを外してやればいいかなと思いますただこのネジを外すことによってちょっとこう落下防止のネジがねなくなっちゃうんでそこは一長一短なので注意をしてくださいでここのレンズサポートをそのままこう上げてやってレンズをサポートするとやっぱ僕自身ねこのエスプロの2470みたいなレンズって 1kg あるんでね ボディにつけていったときにここがねサポートないとこうなんかたわんでしまわないかなとかマウントを傷めないかなっていうことで心配だったんですがこのレンズサポートがあると非常に安心ですよねなのでこのレロッドのシステムとここのレンズサポートっていうのはすごくいいなっていうふうに思いながらね使わせていただいてる感じになりますであとはこの V マウントバッテリーのホルダーなんですがこれはモーマンっていうバッテリーを僕は今使っているんですがこういったものをここの後ろからバッテリーをね ロッドのところに入れててやってでここの上のところの V マウントのこの V 字ですよねここの V 字のところにこれをねカチッと入れてやると止めることができてここのところから電源をいくつかカメラとかモニターなんかに供給してやると撮影がすごくスムーズというか電池の心配をする必要があんまりなくなるという感じになりますで外したい時はこんな感じであって、まあ、手持ちと。 ビデオ三脚に据えた時ときと結構シームレスに使い分けることができるんで結構いいですね、まあ、今後僕が使うとしたらトップハンドルとかそういったものとかはあんまり使わないかと思うんですがこれはねメイン三脚のところにこっちに据えてねこのロッドシステムっていうのは使わせていただこうかなと思います非常にこのレンズサポートが、ね、あると助かるシーンっていうのもあるんでこれいいですよねはいという感じでしたなのでまあ今回に関してはこの種類のリグ 周りの機材について紹介していきましたのでもし興味あればねこの概要欄のリンクから覗いてみてもらえたらと思います個別で購入できると思うんでそれぞれいいなと思うものがあればそれを購入してもらえたらと思いますまたこれからも三脚周りに関する機材を紹介していきますので今日の動画が良かった役に立ったという方はぜひグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いしますでは今日これで終わりますよき信頼をお送りください松でした